まだまともにクエスト出てないんですけど、プレイ時間も2時間2時間ですねこれで、所持金40銭、じゃあやっていきましょうね。で、あのあとね、探索のクエストだけちょっと行ったら青柱が出てきたんで、倒して、そしたらもう新しい笛を作ることができたんで、そちらの方の笛に装備 し直しております。ですので、まあ、前回とはちょっと武器が変わっております。あと身だしなみを、変更したんですけど、眉毛とか肌の色はちょっと変えられなくって、まあ光沢のみね抑えるっていう、メイク直すところだけやりました。じゃあね、早速というかようやく里の星1のクエストをやっていきましょう。上からやっていこうかなと思ってます。まあ言うてね、里の星1のクエストですしね。これ採取のクエストですもんね。採取ですよねこれね。まあこれはね、こちとら何年モンハンやってとんじゃって話ですから、これはもうちゃちゃっと5分ぐらいで終わるんじゃないですかね。すぐ帰ってこれると思いますので、サクッと行きたいと思いますよ。開幕だ。生産アイテム、運搬アイテム、あ、運搬、今回は多分運搬じゃないですよね、生産の方だと思います。ほう、緑の丸、なるほど、緑の丸、ああ緑の丸がふわくんに乗りたくて支給品ボックスが開いてしまうっていうね。緑の丸がもう出てるんですね。あ、これは親切ですね。これはいいね。ツタを駆け下りる。ね。区内投げてますね。マップを L で拡大して、くない？マップを L で拡大するときにショートカット誤爆してますね。まあすぐそばにあったっていうことなんで、ちょっとまたすぐ戻ってきましたけど。このキャンプのなんか上あたりね、緑のありますね。大かけり虫。ほう。回復薬回復薬、開幕回復薬飲んでますね。ショートカットの誤爆なんですね。これアイテムスライダーの誤爆じゃなくてショートカットの誤爆ですよね。一歩前進。クナイ、クナイ投げてる。虚空にクナイを投げてますね。クナイクナイ3連発あ、クナイ4連発区内投げまくってますね、虚空に。これやっぱ L がね、両方地図とショートカットと両方だから、あ、この視点区内区内投げまくってますね。虚空に区内を投げまくっている。お、これですね、火の玉ほおずき、やっと2個取れた。ショートカット1になってるけど何もまだしていないのに研いでますね行きましょう。これショートカットを誤爆するな。でまたツタを降りる。
ね、これピョーンって行けばいいんですよね。なんかダッシュしていけば多分ピョーンって行けるんでしょうけど、波足ですね、まだね。波足で行ってます。お、この先に ありましたね。取った、取った、やりきったぞって言ってますけど、これは火の玉じゃなくて狐火ほおずきってやつだから個数には入ってないですね。火の玉よりも、ちょっとレア度が高いやつかな。これはなんだ、お、こいつはなんだ、こいつはなんだ、ん、よいしょ、お、すごい飛びますね。吹っ飛んでいきましたね。うん、なんか強い、あ、当たってない当たってないよ。うん、うわ、飛んだ。音の防壁ってのがね、何なんですかね、これね。うん、あ、生肉が取れるんですね。生肉、ブンブジナ、うん、これはタヌキなのかな、生肉なのか、初めてですね。無駄にはしない。うん、肉はね、あのスタミナ回復に大事なアイテムなんですけど、できればねポイントとかで買って、あの無益な殺生をあまりしたくないですね。タヌキ、今回はタヌキが生肉なんだ。うろうろしてますね。あ、蜂蜜だ、蜂蜜ください。蜂蜜大事ですよ。薬草、一歩前進。どれどれ、うん、なんか乗ったまま採取って、ふわくんがちょっと無理な姿勢になってます。よし、順調だ、順調。なんかやっぱ武器出しがな、横に薙ぎ払いたいんですよね。 なんか縦っていうか斜めっていうか変な軌道なんで当たんないね、なかなか当たんないよ。じゃあ行くぞ、はいはいはい、よし、スタミナに注意だ、スタミナに注意だ。うん、よし、乗ってね、なんか取るのがまだ慣れないですね。蝶々、あ、蝶々を取ると競争薬みたいなことなのかな、スタミナが減らなくなる。いい調子だ。うん、そんなにいい調子でもないけど、ここら辺のね、なんか上にありそうですけどね。うん、なんか山の上なのかなこれね。順調だ、順調ですかね順調じゃないんだよな。あー、山の上っぽいですよねこれ。うん、この真上なんですけどね。なんかどうもね、ちょっとやばい予感がしてます。これはなんか酔いそうです。今回なんかマップに高さがありますよね戻って戻ってなんかね、縦の動きに弱いのかすごい酔うんですよね。で、ぐる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 探してるから、ぐる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 カメラを動かすので、むちゃくちゃ、ちょっともうすでに
画面酔い仕掛けてますね、これは。目先のキノコを取ると、キノコを取ると、うん、ああ、おお、どつかれた。どれどれ、めっちゃどつかれる、めっちゃどつかれる。もうこういうね、やつらにはちょっと分からせたいですね。よし、無益な殺生はしないけど、こういうやつらには分からせたいと。あ、当たった当たった。一歩前進、うん、あ、味噌煮、味噌煮、あ、ふわくん、あ、二人とも落ちていった。一瞬当たらない。本当にこのなんか斜めっていうか縦の軌道が当てらんない。 A は良くないのかな、 X とかのがいいのかな。はい、いただいていく、キノコ、うーん、これね、縦だからちょっと気持ち悪い。こう上に登れるのかなと思ってるんだけど、やってみる。よいしょ、いけ、木が邪魔だ、いけない、あー、ダメだ、あー、見えた、うーん、ダメだ、あー、気持ち悪い。で、あとなんか暗いのもね、相まって、よく見えないのも相まって気持ち悪いんですよね。別の壁に。あー、この動作にまだ全然慣れないですね。またキノコ、キノコじゃないんだけど、まあキノコも大事ですよね。なんかこう地面をね、地べたを這いずり回ってる分には全然大丈夫なんですけど、やっぱ高さが入ってくると敵面酔いますね。そうそうそう、うん、多分ね、このチュートリアルは私見た覚えがないので、この時相当酔ってます。もう気持ち悪くなってきてて、ああ、もうダメだ、どうしようってなってきてます。でも、まあ、採取はすると。どれどれ、うん。やばいな、これ続けられるかなってちょっとここら辺で思ってますね。そもそもね、すごい私、酔いやすいタチなんですよ。いい調子だ。で、モンハンはね、それほど酔った覚えがないんですけど、まあだから今までそんなに縦の動きをしてなかったからかな。あのエリアルとかもあんまり使わなかったし、クラッチとかもあそこまでやってなかったんで大丈夫だったんですけど、今回ちょっと探索で上行かなきゃいけないっていうのがね、多分初めてじゃないですかね。だからモンハンで酔うっていうのをちょっと初めて体験してます。かける虫、うん、やばいなーって思い始め、順調じゃないです。あー、またあー、またショートカットも誤爆するし、もうなんか見つけられないし、あー、どうしよう、やばいってなってますね。うん、なんかドラクエとかもね、なんかセブンだったかな、なんかあの LR でカメラ動かして建物の後ろにある壺とかをなんか探さなきゃいけないとか、ものすごい気持ち悪くなっちゃって、あの最近のだと11も、結構酔いましたね。だから 2D のやつでやればいいかなとか思ったりもしてたんですけど、どうもね、酔うんですよ。ダメなんですよね。うん。別に罪もない、伊豆地に、こう、恨みをぶつけてますね。気持ち悪いんだよって言って地べたを這いずってる分にはいいんですけど、うん、当たら
当てられない。攻撃は当たらないし、画面酔いはするし、よいしょ、当たらない。これは厳しいですね。あ、爆弾が今投下されました。かける虫、これ相当慣れるのに時間かかりそうだな。やばいですね。これ地面にねあるやつはいいんですけどね。はい、肉食べよう。もうだいぶスタミナが減っている。支給品を食べよう。はい、行くよ、頑張ろう。まだ2個しか取れてないよ。まだ2個。よし。そう、車も私酔うんですよ。ただやっぱ運転してると酔わないんですよね、自分が。だから慣れなのかな、慣れなのかなとも思うんで、諦めずにやっていきましょう。あ、登れ登れ、一緒や、登れた。なるほど、こういうことなんですね。そして回復薬を飲む。もうこれどうにかしないと、どげんかせんといかんですね。あった、やった、4つ、これで4つ。この誤爆はちょっと痛いですね。なんか区内とかね、あの砥石とか無限のやつはいいけど、回復薬どんどん減ってくのはまずいですね。なんか設定とかで変えられるのかな。変えないとやばい、これは早急に対応しなければいけません。これツタ登るのとかだったらまだいいんだけどな。ビューンがダメなのかな。お、取った。あ、6つ、あと2つだ、あと2つだよ。あー、落ちた。あ、大かけり虫、大かけり虫ポイントですね。あ、ふわくん、ふわくんが退屈している。すまない、ふわくん、すまない、ごめんね、こんな主でごめんね。よいしょ。あー、もうこれは無理だ。いけー、あー、いけた。これ奇跡ですね。なんか今もう一個かけり虫いたね。あそこで多分タイミングよく A を押せばいけるんでしょうかね。できてないけど。じゃあまたここに、こっから行けと言わんばかりの虫がいる。あー、でも無理ー。これは無理だった。多分タイミングよく押せってことなんでしょうね。もういいよ、諦めよう。もう行こうね、もう行こう、ふわくん行こう。ここは私には無理だった。なんか通路とかないのかなとか思って言ってるけど、ないよ、そっちにはないよ。あ、ツタを登る。そう、ツタから行けるから、まあああやって登んなくてもいいでしょ。ツタから登ればええんやで。よしよし。この先にもなんかありそうですけどね、この13番のところ。これもなんか上っぽいですよね。これもね、無理じゃない?無理じゃない?なんか切り立ってますもんね、崖が。切り立った崖ですよ、これは。これ登んの無理じゃない?諦めましょう。あ、珍しい生き物がいるようだ。珍しい生き物?貫きの実がもう取れない。
なんだ、珍しい生き物。あ、なんか青いのが地図の端っこにいますね。うん、これ見ていきましょう。うん、どこだどこだと。ここじゃないぞ。うん、どこだどこだ。区内あー、今右に飛んでいったな。うんうんうん、今これ釣りのとこにいたんですね。右に飛んでいきましたね。全然気づいてないですけど、あれか。もうだいぶほら離れちゃった、離れちゃった。行こうぜ行こうぜ、蜂蜜ください。うん、追いかけよう。すごい速さだな。すごい速さで行ってしまいました。ふわくん行こう。ふわくんよろしく。よいしょー、バシャーン。ふわくんの足は大丈夫なんだろうか。行け、頑張れ。よいしょー、よいしょー。どこだどこだ。うん、暗いのもね、なんか見づらくて嫌なんだよな。もうずっと昼でいてって感じ。あー、いた、これだ。ヤサカラスが加えた枝を入手。あ、報酬が手に入りやすそうだ。なるほど、こういうのもあるんだ。やった。うん、気持ち悪いながらもやったぜ。うん、なんか取りやすそうなところにね、ないかな。もらっていく。もう上じゃないのがいいな。あ、もう貫きの実は取れないほど取ってしまった。うん、メインのねやつじゃない採取はすごいはかどってますね。うん、乗りながらなかなか取れない。まあ慣れないとね、いろいろ。まあでも採取も大事ですからね、いろいろ。この最初の方はね、何でも欲しいからね。あ、また大かけり虫ポイントがありましたね。なんかもうこう無計画にどんどん設置してますけど、このもらったやつね、何個あって今何個残ってんのかわかんないんですよね。なんかいちいち表示してくれたらいいのになと思うんですけど、永遠に置けるわけじゃないだろうし。うん、モンフン。あ、この先にありますね。あった、よっしゃー。あー、やっと取れた。終わったよ。最初のクエストしんどかった。やっとだよ。採掘。うん、あー、よかった。楽しかったよ。うん、楽しかったよ。うん、楽しかった。かなりね、もうグロッキーですね。やっと終わったって感じです。あー、みそにちゃんが、みそにちゃんがすごく仕事をしている。クリアタイム、クリアタイムすごいことになってますね。21分4秒18。5分で終わるとか。やばいですね。これが星1の最初のクエストでしたね。もう本当にグロッキーで、もうフラフラな感じになっちゃってるんで、もうこの後、ちょっと私は寝たいと思います。やばいです、この画面酔いやばいので、ちょっと寝たいと思います。ではまた次回。